さあそれでは今日の試合のハイライト見ていきましょう。まずは1回カラカワのピッチングで先頭バッター茂木が逆方向です。これがスタンドに入りまして先頭バッターをホームランです。1点を失ったカラカワ、まあ、その後フォアボールもありましてランナーを溜めたシーンがあります。満塁ワンアウト、島内センターへタイムリーヒット。セカンドランナー天川も三塁を回りました。しかしこれはアウトになります。1回の表2点を先制した楽天です。そして岸のピッチング、先頭バッター加藤翔平チェンジアップでファーストゴロ、その後一塁三塁のピンチありました。まあ、先ほどのインタビューでも言ってましたがこのピンチをしのげたのが良かったですというのが岸の声でした。0点です。3回です。荒川この回は銀次三振、島内を抑える。3回の裏、まあ、なかなか捉えきれなかったですね小宮山さんね。まあ、本当に低めに丁寧にというピッチングのお手本のような感じのピッチングでしたので、まあ、本当に素晴らしかったですね。4回です。ランナー2塁、やっぱこの追加点も大きかったですよ ね。1、2塁間抜きました。小宮は今日2打点の2打点目になるタイミングです。で5回の裏、マリンチャンスがありました。ランナー2人代打井口、しかしここは打ち上げてしまいました。さらには2番の角中、本当にあと1本出ていればというシーンです。5回を0点に抑えた岸。6回です。ランナー2人置いてペゲーロ三振、そしてウィーラー打ち上げて6回を投げたところでカラカワはマウンドを降ります。6回の裏、鈴木大地、これが右中間に入ります。今シーズンの第2号ホームランです。1点を返します。その後岸和田フィーを三振に取りまして6回でマウンドを降りました。7回の裏、ここからの継投はそれぞれ小宮山さん頑張りましたね。もう本当に、まあね、7、8、9と3投手で、しっかりとした継投がということがもう楽天サイドは出来上がりましたので、はい、非常にいい戦い方ができるということで、まあ、安心して見てられるとちょっとね、言い過ぎかもしれないですけども、本当に素晴らしいピッチングでしたね。まあ、これが試合を決定づけるタイムリーになりました、天田。これは、雄太のボール悪くないよね。まあ、残念といえば残念な1点ですけども。4点目、そして9回は継投策、最後はクローザーの松井裕樹。今日も力ありましたね。まあ、本当にね、クローザーってのはこういうピッチングをするんだよという、そんな感じでしたね。最後きっちりと締めて松井裕樹セーブ、そして岸に楽天での初勝利が来たシーンでした。4対1というゲームです。谷口さん、はい、どうぞ。先発の唐川投手の談話が取れました、はい、初回に先制点を与えてしまいました、あとは先頭打者